6月21日の凌晨、6月21日早朝、中国のミニブログにある緊急メッセージが書き込まれました。11人の弁護士が大連で開廷前の準備作業をしていたが、突然ホテルが警察に包囲され、今警察が部屋のドアを叩いている。弁護士によると、当日大連市西高区裁判所には厳しい警備が敷かれていたそうです。実はこの日、13人のファルンゴン学習者に対する裁判が予定されており、11人の弁護士が無罪弁護をするため各地から大連入りしたのでした。21日午前、大連市西高区裁判所には物々しい警備が敷かれ、周辺では随所で警察の姿が見られました。情報によると、今回起訴された13人のファルンゴン学習者は、一般市民の新東人テレビを視聴するための衛星アンテナの取り付けを手助けしたことが原因で当局に逮捕されました。弁護士らは、ファルンゴン学習者の行為は社会に危害を及ぼすものでもなければ、中国には新東人テレビの視聴を禁止する法律がどこにもないとし、ファルンゴン学習者らの無罪を主張しています。他也没有一个明确的具体的能够说服人的规定，所以说把这样一些行为作为犯罪来处理，显然是没有任何道理的。我说，我觉得大家都明白了道理，这个国家不是你做做正确的事情就被合法的对待。觉得帮助民众安装这个电视天线，如果这样的话就可以被当局审判的话，确实是一件令人很愤怒的事情。大連司法局は4月12日に予定していた一審裁判の前に、弁護士は依頼人のために無罪弁護をしてはならないと命じました。その上、裁判当日大勢の警察を配置し、傍聴者を逮捕し弁護士を殴打しました。中国当局はなぜファルンゴン学習者への弁護をこれほど恐れるのでしょうか。また衛星アンテナを取り付けることがなぜ違法なのでしょうか。因为这一个合法性欠缺的政权呢，它维系自己的统治，平时的话更多的就是靠谎言，在一些特殊的节点上呢，它要靠暴力，所以说它力图垄断所有的信息，特别是对社会本质有帮助的一些事件，它一定要把它遮掩住。ネットユーザーの張さんは、中国で起きている多くのことを中国国内メディアは報道しないので、新東人テレビを通じて真相を知ることができたと述べます。我觉得，他这个电视台啊，只能够比较客观地报道真相，然后就是通过一些评论，还有观众热线呢，能够这个民众能够辨别是非，能够看到真相。如果是广大的民众都能够看到真相，能够辨别是非的话，对中共的邪恶统治是很不利的，所以他很害怕。六四天網の創始者で人権活動家の黄毅さんも、よく新東人テレビを視聴すると示します。保障信息流通这点很重要，我们希望呢当局能够停止对这些法轮功朋友的抓捕啊，立即无条件释放这些朋友，同时那个采取有力的措施，能够保障中国大陆这个信息自由流通，能够让民众根据自己的选择和爱好阅读观看各种电视节目。近年多くの外国メディアも中国進出を狙っていますが、中国当局に門前払いされています。希望有更多的海外的无论是中文啊还是其他文字的媒体能够突破封锁，能够在中国大陆落地，也能够发挥作用，让中国大陆的人能够从蒙昧当中更快的走出来，能够有更多的人去了解我们这个社会病在哪里，应该用什么样的药方去疗治。習近平主席は、今年の全人代の閉幕式で、理論に自信があり、路線に自信があり、制度に自信があると述べました。それなら、なぜ海外メディアの中国上陸を恐れる必要があるのか、なぜ民衆に判断させ、選択させないのか、真理は強制的に注ぎ込むべきものではないと、
当弁護士は当局を強く非難します。新唐人テレビがお伝えしました。